とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。やっていきたいと思います。今回はそんなに難しくないっていう話なんだけども、どうでしょうか。行きますね。今回が28回までですね。しょっぱなのエンチャントは別によろしくはないね。はいはいはい。OK。では、簡単みたいなので、まあ、1回から28回まで、一つの動画にまとめておきたいと思います。おー、いきなりクリーパーかい？ちょっと待って待って待って。危な。おいおい。最初がやっぱり、難しい感じか。はいはい、最初が意外と強敵が出てきたね。あっち側にもいるの、もしや。そうでもない。おお、やっぱり今回も序盤が若干難しくって、後々簡単になっていくタイプかもしれませんね。あ、逃げれないか。 OK、 もうゴリ押しで倒せる。はい、1回クリアでーす。あー、確かにね、1回はちょっと気をつけないといけないかもしれない。クリーパー多いし、リープリーフも2体いる。なかなかいいんじゃない。おお、カバンか。一応取っていくか。パワー低くても結構ダメージあるね、カバン。おお、ちょっと驚きだわ。めちゃくちゃこの低い時でもダメージが4000超えてるっていう、なかなかやね。よっしゃ、ちょっと欲しい。よし、さすがにここは出てこないかな。 OK、 クリーパーはいないかな。どうだろう、たらやだな。 OK、 2回クリアです。特に問題なし。いいかな、そのまま行きます。どんな装備が出てくるんだろうね、今回は。前回が結構アーティファクトにね恵まれて楽勝だったんで、今回は多分キノコとかは出てこないんじゃない？おー、危ね。もうすでにちょっと倒せない感じになってるか。よし、やば。あー、逃げ切れなかったか。逃げ切ったかなと思ったんだけど、硬え。硬いね。よし、オッケー、終わりかな。まだこいつで終わりか。よし、3回クリアでーす。あー、ここはパワーシェイカー持っていきますね。で、ここね、はい。何が来る、ネクロとか来るかな、もしや。いや、来ないか。もう特に強いのは来ないけども、若干火力が高いね。おいおいって、エンダーバイトめちゃくちゃ出るね。やたら出るじゃん。また。あー、でも終わりか。エンダーマイトだらけの4階だったね。おうおうおう、まあまあまあ、場所さえ抑えれば大丈夫でしょう。あー、クールダウン付きだけども耐久力がだいぶ落ちるな。ボンクラブ持っていきます。一応吸血1入れとこうか。
何が来る？多分こっち側にも出てくるだろうけど。どう？ああ。まあ、特に問題なしか？あ、やっぱ出た。オッケーオッケー。あ、クリーパー一撃じゃ倒せないって思ったけど、もう倒せるね。オッケーオッケー。ボーンクラブでね、クリーパーが残っちゃうとちょっと厳しいんだ。もういないか、ほぼ。うん、もうほぼ、いないっぽいですね。じゃあ。オッケー。終わりか？はい、問題なーし。いらないね。で、ここ。はい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 。なるほど。いや、そんな敵多くないよ。もうちょっといっぱいいるかなと思いきや。そうでもない、敵の数。これは意外と余裕だな、本当に。矢も結構出てるし、うん、余裕がある。で、あと上に3匹ぐらいいて終わりってこと？はいはい。あ、こっち側が若干多いけども、でも全然、雑魚いね。はい、6回、余裕です、クリア。更新していこうか。別に、ね、いらないし。更新していこう。エンチャントは全然良くなかったけどね。エンチャントはもう全然良くない。トゲを入れたところでな、多分、そんなに意味ないし。やった。いや、余裕だよ。ワンパンでどんどん倒していけるし。うん、敵の数は多いけどね。はいはいはい。あー、なに？固まった。お、あぶね。終わりじゃない？いや、あれ？え、どこ？あ、下に置いる。下にいるんかい。はいはい。まあまあ、敵は、あー、落ちたー。ミスった。敵は若干多いけど、でもね、余裕だ。こんな感じがずっと続くのかな？今回のタワーは。難易度は結構簡単って言ってるんで、楽勝なんでしょう。まあ、楽勝だったら周回しやすいからいいよね。何もいりませんね。行きまーす。あ、ここね。はいはい。あれ、おお、あと、ワンパンでいけないか。ちょっと待って、あぶねえ。うっとうしいな。ほんとにこいつら。よし、あぶな。クリーパーやら何やら出てきて、ちょっと嫌だな。一発で倒せないからね。絶対食らっちゃうんで。注意しとかんと。よし、終わりでーす。8回クリア。ジオマンサーがあの数来るときついね。あ、やり変えるかな。お得意のささやく槍に変えていきます。で、パワー、そうね、エンチャも良くないしな。全然エンチャ良くないね、今回って。本当に良くない。いや、カバン入れたところで後々使えないしね。もう槍だ、槍。ダメージ上げていこう。94になると多分1000以上になってると思うので、いいでしょう。で、ボスじゃないし。
ここね。はい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 。危ない危ない。うん。多いね。敵多いよ。いやでもこんだけかい。別に多くもなかった。一気に出てくるだけで多くない。あーまあ周回しやすそうだな。次もいいか。うん、アミュレットかなと思ったけども、まあまあ行きましょう。いやでもね、エンチャポイントもだいぶ余ってるし、持って行ってもよかったかな。でもまあ後々ね、エンチャントつけるかもしれないし。出ない？あ、出るよね。もういいか？あー、はいはい。オッケー。もう問題なし。クリーパーがもうちょっといる？いない、そんなに。一体だけかい。余裕すぎ。ボスはまだ？あ、次ボスだね。おー、いや、いらんかな。まあベックス持っていって、まあタンクになってもらうような感じにしようかな。あー、一応エンチャー入れとこうかな。弱体化入れとこうかね。あーと、あれだ、弱体化とチェーンでいい。何が来る？あー、お前らかー。 OK、 まずは、え、倒、あ、いつの間にか倒してる。よし、あ、ベックスいいね、いい感じでガシガシいってくれた、ありがたい。え、でまたカバン変えていこうなら、いや待て、いや、うん、弱いやつはどうせ使えないし。うん、ここのフィールドちょっとやばいかもね。 OKOKOK。まずはちょっとジオマンサーなんとかしよう。ジオマンサーがやばそうな気がする。 OK、 じゃあ多いね、危な。うん、この冷気が出た時の悲しさよ。よし、あぶね。でも終わりかこれで。はい、まあちょっとめんどくさかったかな。あー、あんまりエンチャが良くないね。いいか、ないよりはマシだ。乱射に変えていきます。あぶね。え、ちょっと待って、 HP が、え、前のまんまじゃない？なんか最初から HP 減ってた気がするんだけど、気のせいか。そんなことないよね。なんか HP 半分ぐらいだった気がしたんだけど、まあまあ気のせいでしょう。 OK、 よっしゃ。 OK、 やーばいと思った。よし、あぶね。おお、やられそうだったわ。あ、ここでコグか、コグにしよう。うん、でエンチャなんか良さそうね。タワーは多分ね、長弾の方がね、いいんだ。長弾のクリティカルだ。これでいきましょう。防具良さそうなやつが欲しいんだけどね。防具の良さそうなやつが出てきてくれれば嬉しい。
オッケーオッケー、いいよ。うん、商談がいい感じ。じゃあ。おいおい。オッケー、いいよ。火力高い。で、これにクリティカルが出ればさらにね、効いてくるんで。じゃあ。ああ今回よく落ちるね、俺。今回落ちるよ。ちょっとベグスに行かせよう。行ってこい。よし。終わり。もう半分以上クリアしてますね。あ、パワーシェーカー変えよう。あ、ちょっと待って、防具は？いやー、いいんだけどね。防具変えるか。パワーシーカーはいいや。あとでドラとかね、出てきたら、もうそれでいいので、防具でちょっと安定性を取りましょう。ライフブーストもあるしね。うん、でもまあ、とりあえず入れることはないか、今のところは。入れることはなし。オッケー、いけいけ。愛のメダル欲しい、なんか。愛のメダルが欲しいよ。オッケー、耐久力はまあ ぼちぼちといったところ。よっしゃ、うん、段差があるところはちょっと誤射してしまうね。あー、固まるな。よし、固まっちゃダメだよ。終わり。まだか。よし、16体クリアです。次いきますね。あ、流れ込む魂、それを取るっていうのもありだね。まあまあ、コグのまんまいきますか。うん、クリティカルあるし、ボスでは役に立ちそう。うん、ユニーク、あ、金細工か。コグクロスを最後まで使おうと思うんで、これに行きます。100、2000ぐらい、2000ないか。あ、2000いった。で、弱体化がついたんで使いやすくなった。 OK、 いいんじゃない。あー、で、ここか、嫌いだー、ここ。足場が悪すぎてね、ここほんと嫌いなんですよね。うん、2回続けてこれが出たか。嫌な場所。あ、ちょっと槍の火力がなくなってきたな。まあまあ、そういう時のためのパワーシェイカーなんだけどね。よし、逃げるなって。よし、意外とベックスが役に立ちまくってるね。ちょ、待て待て、危な。エンチャをやられるとさすがにやばいよ。終わりかな。よし、18回クリアでーす。これは間違いなくいらないね。スイッチを押す場所。よし、ダメか。もう危ない。ここでちょっと待って、危ねえ。槍がちょっと弱くなってきた。やべやべやべ、ちょっとビッチが鬱陶しい。オッケー。で、あ、違う、ここか、まずは。で、ここ？オッケー。お、お、お、いいよ。あ、ダメか。わかった。で、こうで、こういって、で、こう、こうね。
このちょっとこうパズルっぽいやつはめんどくさいっちゃめんどくさいんだけども、まあいいでしょ。おーい、すごいな今回。え、うん、下に行ったぞあいつ。あ、逃げるなって。よし、19回クリア。あと残り8回ですね。いらないねこれは。ほうほうほう、これか。あ、赤はさすがに硬いな。よっしゃ、危ない。うーん、槍の火力が足らない、槍の火力が足らないよ。よっしゃ、弓でなんとかしていく。よし、ちまれ、あっぶねえ。回復使おう。よし、終わり。そろそろなんかまた防具が欲しくなってきたな。ハンマー変えるか。うん、ちょっと火力が足りないので。あー、ボス。んー、まあ火力ならこれだよなぐらいでいいか。と、栗長弾入れて、ダイナモもね、入れようと思うけど、まあまあ、いいでしょう。クリティカルでダメージを与えていきます。なんだ？ OK。おいおいおい、硬えぞ。ちょっと待って、硬い硬い硬い。硬っ。ちょっと待って、驚くほどこいつ硬い。持久戦になるね。やっとか。まだ？もうちょいか。いや、倒す。あー、時間かかった。はい、21回クリアでーす。いや、防御力高いね。全然減らせなかった。うん、ちょっと考えていかないと早く倒せないね。うん、はい、では次行きましょう。まあまあ矢はねまだあるので大丈夫だけど、結構減ったね、矢が結構減った。ああ、これハンマーが失敗だわ。ほんとハンマー失敗したな。そうだ、ハンマーはね、範囲はなかなかいいけども火力ないんだな。まあ仕方ない、次なんかいいの来たらそれで変えましょう。おいおいおい、すげえな。いくぞ。ちょいちょいちょい、あぶね、あぶな。コブの長弾でなんとかやってる感じだ。よし、でこっちはベックスをちょっと突っ込ませるか。よっしゃー、22回クリアでーす。武器変えたい。あ、でも怒りってわけにはいかないよねー。いやー、違う。で、ここね、はいはい、いいじゃないですか。パワーシェイカーもほんと昔から使ってるやつだから、そろそろ火力が欲しい。よし、 OKOKOK。 しゃ、うん、地味、なんかすごい地味だよ。
で、矢は115本。まあ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 、大丈夫でしょう。多分、こんだけ矢があれば、大丈夫と思う。いや、風機械が地味に鬱陶しいな。OK。意外と敵も多いしね、ここ。ドン、ドン、ドン、あー。ハンマー地味、ものすごい地味だな。これ23回クリア、もう少しで終わりだ。あ、来た、龍馬ごと変えよう。うん、でユニークか。ちょっと防具の HP が低いので、これは防具にしていったが良さそうな気がする。うん、クールダウンついてなくてね、ちょっと残念な感じなんだけど、仕方ねえか。うん、あ、まあまあ、ライフブーストあるからね、ちょっとはマシか。まあ、クリティカルと輝きぐらい入れるか。ね、これでいきましょう。で、残りは3回。うん。どんな装備が後々出てきてくれるんだい。こうなるとちょっとコグクロスボウも変えていいか。火力が足りないね。じゃあ、おい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 、よし、嫌な場所、嫌な場所だわ、本当に。危ねえ危ねえ。いけいけ。よし、抜けた。もう少しで終わり。え、あー、いたいた。うんうん、両馬王の安心だわ、これが安心。あー、あ、あ、で、コグ。パワーアップするね。で、長弾もついてるし。あ、オッケーオッケー。コグクロスボウを上げていきましょう。長弾追い打ち。あ、いいね。虚無までついてる。素晴らしい。あ、で、巻き上げてる間に虚無が効いてくるから、あ、相性いいかもね。うん。これは相性がいいよ。おい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 、ちょっと待て。そっちにガーディアンいるんかい。ちょっと待ってよ。やっべや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 べ、嫌なステージだな。あ、でもよし、ガーディアンがいるとちょっと戦いにくい。よし、はい、行くぞ。あとは問題ないっしょ。こっちにもガーディアンいるの。地味にダメージこれ食らうからね。待て待て。よし。じゃあ。またガーディアン？嫌なやつ。よし。26回クリアでーす。いらないかな。おー、で、ここか。ここなんかね、強いやつが結構出がちなんだよね、このステージは。だからあんまり好きじゃない、ここ。いや、ステージ自体は結構ね、単純な感じで分かりやすくはあるんだけども、なんかね、おー、怖いんだよな、ここ。やばいやつが出がちな感じで。あ、でも、そうか。あ、うんうんうん。ネクロマンサーも出てこない。意外と大丈夫だったね。はいはいはい。じゃ、いいね。もう矢もどんどん使っていっていいしね。はい、では。ボスに行きましょう。ボスは昨日の生放送の時聞いたんだよな。ネクロマンサーなんでしょ、どうせ。
ドラだな。で、まあ、虚無2ぐらいにしとくか。で、輝きに雷入れて、行きましょう。1体かな ?2 体かな、どっちだろう。何体出てきますか。あ、2体。はいはいはい。危ね危ね危ね。おお強い。コグがね、いい味出してくれてる。じゃあ、終わり。ボスなんてことなかったですね。では、報酬見てみましょう。すごい、30分かからないよ、今回。30分かからない。お、バブル!下に、つきがちな虚無はあるね。なんだ?あー、輝き。いらない。全部よろしくないですね。はい。ということで、タワー更新されまして、初見攻略やってみました。今回は、意外と、周回しやすいかもしんない。うん。でもなんか、クールダウンの、防具が出なかったので、ちょっとやりにくい感じではあったね。はい。まあ、とりあえず、こんな感じでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。